今回のモトブログも引き続きアフレコです。どうぞよろしくお願いします。フェリーは秋田港に着きました。雨だという天気予報は外れて助かったところです。目的地は山形県の鶴岡市にある出羽三山神社です。約150キロほど、3、4時間の道のりでしょうか。秋田県の日本海側の国道7号をひたすら南下しているところです。よく来たなぁと看板に書いてありました。山形県に入りました。よく走ってきましたよ。本当に確か山形といえば人気ブランド米のあの一目惚れの産地ですよね。大鳥居が見えてきました。やっと出羽三山神社のそばまで来ました。せっかく来たんだから羽黒山の頂までは行ってみようとバイクで登りました。で、涼しくて空気が澄んでいて身も心も洗われたような気分になれました。日のあるうちに大阪まではとても帰れそうにないなという判断です。そんな見通しを持ちました。富山にビジネスホテルを予約しておいたので、そちらに泊まろうということです。430キロ前後をこれから走ることになります。鶴岡市内を抜けて日本海東北自動車道へ。この自動車道がね、片側一車線の自動車道なんですよ。もう我慢の時間ですね。というのはゼロは速くないので、追いつかれたら速く走れないんでね、辛いんですよ。本当にこれがまた辛い。後ろからね、煽られているようなね、錯覚をしますよね。
分厚い雲が空を一面覆っていて暗かったんですけれども、次第に明るくなってきました。もう雨の心配はしなくて良さそうです。トンネルを一つ越えるごとにね、空の色が変わっていきますね。この辺りはもう雲が高くて秋の空のような、まるでこう鱗雲のような、そんな雲です。新潟県の糸魚川の親知らず子知らずを今走っています。有名なところです。この青空どうですか？すごいでしょ。いい天気にやりました。富山県の北陸新幹線新高岡駅前の東横インに着きました。なんとか日のあるうちに着くことができました。最後の夕食はコンビニの親子丼でした。美味しかったけどちょっと物足りなかったかな。おはようございます、ウィリーです。午前5時25分まだ夜は明けてないのかな。まあどっちでもいいんですけども、もう先着2台あったんですけども、私の方が後から来て先に出ます。今日も危険な暑さだそうで、暑くなる前によいしょまた来ることがあれば使いたいですね。さあ行きましょうか。行きましょうじゃない、帰りましょうか。自宅までは残り320キロほど、まあ、これまで580キロほど走ってきましたからよく頑張りました。北陸道から名神高速道路へ、滋賀県草津市あたりを走っています。草津市、大津市と表示があると、まあ、あと少しだなという実感がこみ上げてくるところです。今回のツーリングの総走行距離は3012キロでした。まあ思えばよく走ったもんです。やればできるもんですよね、まだまだ。今回の北海道ツーリングは約3000キロの走行でした。僕の動画をご覧になっている皆さんはもうすでにお気づきだろうとは思いますけれども、その尺の中で一番多くの時間を割いているのは走行中の場面です。綺麗な景色を前方に置いたり背景にしたり、その風景の中に自分を置いてみたり、あるいは走行中に思いつくままに感じたことや心に移りゆく他愛のないことをモノローグの形でおしゃべりさせていただいています。美味しい料理やお酒をいただいている様子は、まあ、頬張っているところも含めて少ないです。オートバイで走っているっていうことが大好きなんです。一人であれ仲間と一緒であれ、走っている時がもう楽しくて楽しくて仕方がありません。一日に1000キロを走ることが自分の体に
疲れをもたらしたとしても構わないんです。それは僕にとっては心地よい疲れなんです。走っていることが好きなんです。好きだからできることなんです。近かろうが遠かろうが寒かろうが暑かろうがオートバイにまたがって走ってしまうんです。これがライダーの原点なんだろうと思っています。今年で5年連続6回目の北海道ツーリングになりました。ツーリング以外で北海道へ渡ったことを含めればもう13回目になります。来年も再来年も事情が許す限りは北の大地、試される大地、北海道に渡るつもりです。どこか空の下でお目にかかることがあればどうぞよろしくお願いします。それからこのチャンネルを登録してくださっている方が1900人を超えました。あと少しで2000人というところまでやってきました。登録してくださっている皆さん本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そしてまだチャンネル登録なさっていらっしゃらない方がご覧になっているようでしたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。これからも元ブログどんどん続けていこうと思ってます。よろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画でまたお目にかかりましょう。ありがとうございました。さようなら。